はい、皆様こんにちは。リヒト・ドゥンケルハイトでございます。リクに答えて実況プレイ戦国バサラ3孫一姉さんの本能寺ルート続きをやっていきたいと思います。これが我らの生き様。ほい。はい、前回は兄貴のところに行って、まあ同盟っていう感じですかね。適正に動きありと、あー、カンデさん色がほとんど一緒だからよくわからない。あ、これはあれですよね、グッバイ食べて、あー、これ絶対ですよね。南部さん、南部さんがあれで勝ってるところ見たことが、あ、これはマサムネ様、あー、マサムネ様、あー、そう、口棒いいな、孫一、妙な素振りを見せたら即殺す。やめて、我らは信用に値しない、そういうことか。裏切りは許さないと言っているのだ。その背に刃があることを忘れるな。言い方はかっこいいんだけどな。我ら個人を信じなくても構わない、だが我らの能力は信じたらどうだ。だから契約したのだ。何度も言わせるな、貴様こそ私の目に疑心を抱くな。なぜ黙る、なぜ黙る。さあ次は、あ、鶴姫ちゃんとか孫さん、これは関係性のある鶴姫ちゃんに行きたいかな。でも鶴姫ちゃんに行くとなると、鶴姫ちゃんを連れてるとまずいので、兄貴連れて行ける、兄貴連れては行けるわ。炎属性のあれもあるし、兄貴連れて行こう。武器は、あ、これ前回強くなったのか、ちょろっとだけで、あー間違えた、あー合ってるわ、あったわ。いや、もう、あ、違う、これこそ間違えたわ。まあ、どうしようかな。鶴姫ちゃんのところは結構、最初はスピード勝負だからな。とか言って。なんも出なかったわ。攻撃力を上げるか、属性だな。でもこれ、金がないしな。これでいっか、よし、ほなこれでいってみましょうか。つる姫ちゃん、名を教えよう、二度と忘れられぬように。あれ、専用はない感じ。はい、もしもです。つる姫ちゃんと孫一姉さんだったら専用ワンチャンと思ったけど、もしかしたらないかもな。セリフはあるとは思うけど、鶴姫ちゃんを倒せ。いた！出鼻くじくのやめていただけませんかね。本当に。お急ぎを。縁が迫っておりますぞ。殴られそう。よくしょ。武器が違う。あ、兄貴、兄貴何してるか分かんないから、兄貴倒せないんかい。倒せないんかい。さあ、ここのやつを全員倒さなきゃいけないから。間違えましたね。マシンガン使ってる場合じゃないですね。ほっ、この辺にもう一人、ショットガン、兄貴、あ、違いました、違う、兄貴に攻撃してもらいたかっただけなんだよ私は。行った、蹴られた、あ、今行った、今撃った瞬間に来たけど、なんかダメそうだな、右から来たらダメなんじゃなかったかな、これ右からだと失敗パターンの気がするな。さあどうだ、あ、これ鶴姫ちゃん側だな、にゃーん、あー残ってるわ、もう、あー、なかなか難しいな、結構残ってるやん。お客さんが来てるって本当ですか。あー、孫一姉さんそこまでなのかな、とたくさん巻き込めてもそんなに火力がないのがうねっつだな。おっと、天下の豊臣軍に、豊臣軍じゃねえよ、豊臣軍じゃねえよ。あー、これ敵型だもんな、失敗ですな。こんにちはじゃねえんだよ、名乗ろうかな、ほっ、よいしょ、あー、あぶねー、長押ししちゃったわ、これ殴られるわと思ったけど、ひるんでくれた、ほっ。まあ、こっちがね、あの、赤になってくれた方が、よいしょ、なんていうか、その、たくさんね、殴れるからいいんだけどね、キリ数は防げる。まあ、でも、用途がねえからな、そこまで必死にキリ数を、危ねえな、稼ぐ必要はないんだけれども。お
み乗りもしました。こいついけるかな。あ、いけるだろ。お任せあれ。おお、ドーン。あ、当たらんかった。あ、当たった。あっちょー、来た。はい、紐切ったり一発じゃねって思いました。なんでアリキそこ登ってんの、はい、なんで登ってんの。あれ、さあ取って。最下も恐れられたものだ。喜ぶべきか。いや今買いつぶりしようかな。どうしよう。あら、人を探しているんです。漆黒の羽に包まれたその方は私を守る風となってくれました。知っていたらぜひ教えてくださいね。あれ、え、ちょっと待って。あれ、今専用かなと思ったけど違ったな。待って、どうですか。どういうこと今。あ、間違えた。使っちゃったよ。もういいわ。使っちゃったなら使う。山崎、最下国長。あれか、キンゴと一緒で3と3宴では変わってるってことか。びっくりした。神戸を垂れる大粒の力を思いし、よいしょ。今の状態ちょっとまずいかも。鶴姫ちゃん、復活しましたね。鶴姫ちゃん、どこ行ってました。鶴姫ちゃん、いた。お客さんをもてなすの、いっけ。僕も手伝いますよ。おいっけ。しかし、あれだな、ブースト使っちゃったからビューンと。いないか。いや、ブースト、バサラゲージよりもブーストが欲しいよなと思ったけど、今こっから一から貯めるのきついよな。びっくりするほど悪い口。そう、ブースト。あのムービーは今までそんなに私ここ来てない。3でそんなに来てない。めちゃくちゃもう久々っていうか、もはや初めてレベルの新鮮さでしたよ、さっきのムービー。びっくりした。ん、おにぎり。おひょう。さあ、鶴姫ちゃんに、ちょっと待ってね、ハイツブリをここから仕掛け、仕掛けて登る。はい、避けられましたね。そんなことできませんか。おっ、おいしょ。あいつの名前、なんでしたっけ。おいしょ、いた。おいしょ。なあ、怖。もうゼロ距離で撃っとるやんけ。ゼロ距離で撃っとるやんけ。バシッと。このように普通に飛べるからな。こう4で1って弓を使って飛ぶ必要ないんじゃねってなんか思ったりしてるけど、なんかいる？いないか。出るかな。阻止しろ。最下国長を呼ばせるな。いいよしょ。最下国長呼ばせるなって言われましたよっていう感じだけど、どうしようかな。ちょっと待ってな、もう一回回数ぶり試していい。この辺からまっすぐ進んで、これで避けられますね。そこはしっかりケアしますね。よし。お、これは頑張ればいけ。あ、今ので失敗したな。今の攻撃受けずにストレートに行ってたら成功したわ。残念。最初のあのカイツブリはしっかり避けられるな。むしろアリキであれだけ当たったのは兄貴の AI のせいだったのではっていう。まあ AI のせいなのは間違いはないんだけれども、兄貴の AI が鶴姫ちゃんの AI より低いということになるよね。私は未来に興味がない。突然どうした。ああ、皇帝さ、報復者登れるな。ギリギリ、超ギリギリだったわ今。お尋ね物探すのめんどくせえな。よいしょ、そのまま行きます。ああ、別にいいや。バタ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 と。ご機嫌よ。あ、ミッケ。え、ちょっと待って、次のお尋ね物は弱かったっけ。次のお尋ね物さして強くないか。強いのは宴の方の。やめてください。
めちゃくちゃあれだな、高い。我らの波状を甘く見たのが過ち。だよ。あれそうだな。え、逃走？今の逃走なんだ。マジか、倒す前に逃走されたってことか。そう、めんどくせ。もういいよ、せっかく。もしかしたらあの隅っことかにいたらいいなと思って覗いたら本当にいたっていうね、ミラクルが起きたのに。珍しく3で見つけたと思ったら、もうちょいだったんだけどね。今日は一段と予言希望者が多いの。おいしょ。おー、怖いよ。上から矢が降ってくるよ。怖いよ。おー、よいしょ。随分とたくさんの客であるな。客とかいう問題？倒した？倒した。上からやめていただきますよ。おお、ここな。残党は消え。よいしょ。敵に慈悲を。あ、兄貴で、あのね、なんだっけ、一色がお使ったあれが懐かしいですね。アラクレさんですね。後ろにいるやつはアラクレです。てか、これカイツブリってどうなるんだろう。ちょっと、おいっ、一応もなんか炎使ってるな。おー、いいダメージ入るね。まあ、多分温床じゃない、装具の恩恵もあるだろうけど、なかなかいいダメージ入りますね。あんなカイツブリとかやってる暇ないからさ、普段やらないけど。とりあえずもうちょいピースを振ってみて。ちょっとめんどくせえな、あれ。殴らないで、投げないで。ほっ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 。もういいかな。もうなんかお前らよく残ってるな。お前らしぶてえな。何やってんだい、畜生バラ。もういいかな。んで、この上の陣をどうしようかな。これはあ、で、何が当たったんだ。カイツブリを、よいしょい。カイツブリカラード、カイツブリカラーの手榴弾と思ったけど、カイツブリで倒してしまった。で、右側の船の選手側にいるか。あー、なんか選手側にはいないか。いなさそうだな。倒してあるな。オッケー。最初から海を大切にしてください。よいしょ。行くか。まあ、ブーストも溜まってるし、行くか。なんかドコンつったけど。まずは、ジンを潰しに。これは一緒ですね。なんで最初のあれ変わったんだ。時をうがったらここにたどり着きました。はい、さあそれを証明しましょう。うん、とりあえず待って。ああ危ない。姫はどうするつもりだ。迷っています。どうしましょう、どうしましょう。かわいい。よっこれしょ。次まで来てないな。よく考え、そしてよく見ろ。うん、お前は世間を何も知らない。ちょっとわかりませんでしたね、今言うと。我らの目標は誇りに生きることだ。まっすぐこう、オッケー。いやー、いいね。なんか花火打ち上げるみたいで楽しい。かいつぶりはで、よいしょ。ほっ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 と、ほっ、あ、なんかいるね。よいしょ。ショットガンでガンガン吹っ飛ばして倒していく。倒しきれてないですね。なかなかやる。まだいる、まだいる、まだいる。どこ？こんな場所で倒してないな。どこだ？この辺。足止めを食っていられるか。こっち。分隊かよ。分隊兵長かよ。当たってる。オッケー。ほな、姫ちゃん行きましょう。ここでカイツブリを放っていく。当たった。これは我らの問題だ。せやな。姫には進められる。何よっちゃう。ほっ、ああ、ああ、無理やり来ないで、無理やり来ないでください。おっしゃ、オッケー、当たった。うーん、この場合は当たるんだね。やっぱり大きい技がダメか、置いていくのがダメか。ちょっとズルはしちゃダメってことですね。なんだと？あ、じゃあ逆走してしまった、今思った方向と。これは届かない。ある程度距離は取っとかないと。あいつの名前何でしたっけ。
からのブーストバサラ技。最下国長呼んじゃった、違うか。おい、今なんか暴風って書いてるな、全然違う読み方したかった。わかりますよ。ここでマシンガンを乱射していく。女の子に対してひどい話だ。いや別に女の子じゃなくてもひどいけどさ。ほっ、おいしょっ、あーいいねこれ、いいね。あ、じゃあ調子に乗りました、すいません、調子に乗りました。実はこの間ご神木を、いやこれで、これで倒したいんだけどな、これで倒したいんだよ、痛いです。私の戦運びもなかなかです。でも結構うえ、マジかよ、これはどうですか、私の技は結構グルグルする、うん、くしゃ、ほっ、泣かぬなら暴れてしまえというのはいけません。うん、なかなか倒せないこれ。じゃあこういう時は買いつぶりだな。うちの姫こっち来てる、うぃー、当たるんかい、さすがだな。でも買いつぶり発動してたわ。もう一回やった。お前は戦いとは無縁に行け。いやいいですね、花火を打ち上げていく、楽しい。ちょっとあれ後ろから追っかけたいな、最終的にあなたにたどり着くみたいな感じのカメラワークでやりたいな。我らのために死ぬ、何を遊んどるや、誰の許しも恋はしない。文句があるか、全然話は聞いてなかったけど、なんか鳥姫ちゃんが西軍に加入しようかどうしようか悩んでるみたいな話だった気がするんだけども、来るんだ。まあさっきからずっと姉さんと一緒にいたけど、はい、なんかめっちゃみかんが見えたんだけど、おっ、今使ってる武器じゃないかな、地味に上がってきてますね。はい、あ、50になった。ということは何これ、円弾ヤタガラス、なんだろう。はい、それでは今回はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。